はい、ユッキーです。久々にね、カブトムシの、春になりました。とうとうね、冬眠からね、覚めてね、カブトムシの、幼虫が目覚める頃だと思いますので、外に置いてあったですね、こちら。まあ、こちら、給湯室の、アパートの給湯室って、まあ、給湯室っていうか、なんか水道メーターとかがある、変なね、パカって開くところがあるんですけど、そこの中にね、こちらね、入れといたやつなんですけれど、まあ、春ということでね、幼虫、ダイソーのね、昆虫マットでね、育てた、やつをね、開けていきたいと思います。こちらが、ダイソーの、いわゆる昆虫マットっていう昆虫マットで、育てたやつです。それでは、開けていきます。パーガーパーガーということで、パカッとーっと結構濡れております。じゃじゃーん、うわー、大変なことになってるー。カビだらけです。こちら。しかも死んでおります。あー、せっかく大事に育てた、でかくなった、幼虫が。これ、ひでえわ、これ。これは多分、水分が多すぎたんでしょうね。おそらく、俺が、ダニの、これ。この、なんていうんですか。ダニの、帽子的なやつ。これと、さらに、まあ、温度の、急激な変化を防ぐために、これでこうやって縛っといたんですよ。一応ね、なんかなるかなと思って。ビニール袋でね、縛っといたんですけど、うわあ、せっかく大きくなった幼虫が、もうこれ幼虫ですね。もうカビだらけですよ。うわあ、これは残念だな。湿度多すぎたか。うわあ、マジで。一番昆虫マットを、ダイソーの昆虫マット、一番いわゆる、大きくなってたのに。これは最悪やわ。湿度が多すぎたか。ということはなんか嫌な予感しかしないな。これあっちの昆虫ま、あれはダイソーのクヌギ伝説ですよ。クヌギ伝説。やっぱこれ通風口が少なかったか、これだと。で、湿度が溜まっちゃって、こうやって、やっといたんで、これだと、湿度が溜まりすぎて逆にあれだったか。あー、これは申し訳ないですね。かあ、ちょっと、じゃあ、マジか。せっかく楽しみにしてたのに。じゃあ、ダイソーのね、クヌギ伝説の方もね、下手したら死んでると思いますけども。ちょっと気を取り直して、ちょっと。なんということだ。こちらがダイソーのクヌギ伝説。ビニール袋で包装して、まあ、縛っておいたんですけれど、中は、うわー、もうすでに湿気ってるもん、ほら。これやばいぞ。パカッと。うわ、水が。すごい水の量だぞ、これ。パカ、いや、
こっちはカビてない。あ、一応脂肪はまだ確認されてないぞ。いないっすね。大丈夫か？若干カビてる。けれど、潜ってる跡はあるな。こちら、でもちっちゃいんですよ。2匹いるんですよ。昆虫マットの中には1匹。で、こっちには2匹。いたんすけど。いるかな？あんまりほじくり返したり、したくもないんだけど。外側からはちょっと見えないですね。ちょっと確認してみましょうか。うん、見た感じね、カビはね、ほんのちょこっとはね、部分的にカビてますけど、基本的には、カビは見渡りません。うん。うん、これ、ちょっとほじくり返したくはないんだけど、ちょっとほじくり返してみっか。新聞紙、新聞紙、新聞紙と。新聞紙。ちょっと新聞紙で出してみましょうか。いきまーす。パカッ。嫌な予感するな。しまった。一応手袋。一応手袋はしないと死んじゃうんで。一応手袋はしないとね。幼虫を触るときはね、手袋しないとあれなんですよ。手にある菌がついちゃってなんか死んじゃうとかいう話を聞くんで。ちょっと大丈夫か。ん？2匹いるはずや。まさか、いわゆる消失事件みたいな。どこへ消えたんだみたいな。あ、いた！コーリーだー！てってれーん！一匹生存でございます、こちら。ティーン、割とちっちゃい。割と小さいです。でもまあ成長はしてないに近いですね。ほぼ。ほぼほぼ成長はしてはおりませんが、生きております。水はけが良かったとか、そういうあれなんかな。湿度がそんなに。あと一匹。あと一匹いるはず。いや、でもさすが伝説。伝説。
伝説、くぬぎ伝説というだけのことはあるかもわからん。あれ？あと一匹いるんだ。消失してるか、一匹。たまに消滅するからな。多分バクテリアが分解してくれたとかいう、そういう。パターンあり得るか。あれ、いねえな。あ？わかんないっすね。もうちょっと大々的に広げないと。ちょっと大々的に広げるスペースが俺のワンルームにはほぼないので、ちょ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 いでれれれ、腰がいて、あー、ちょっと待って、もう一枚しよう、よし、よいしょ。土の中のカブトムシってなかなか本当に見つかんないですよね、マジで。たまにそのまま見つかんないで、そのままのパターンあるから。かんねーっていう、完全に引きまーす。ブラーンブラーン、ウルトーザー作戦。お、あれ、嘘、ウルトーザー作戦してもいないぞ。またあれがバクテリアに分解されてすでに分解された後か。同じぐらいの個体がもう一匹いたはずやねんけど、あれ、ウルトーザー作戦してもいないぞ。これはこれはほぼ間違いなくバクテリアさんのおかげでいなくなった説ある。いない。これはこんだけ探してもいないということは、唯一生き残ったのが、いえ、本当にいないわ。いない。探せど探せどいない。探せど探せど上がってんの、いない、ダメ、いない、終了。一匹死亡、一匹死亡というか、もう一匹で死亡、バクテリアによって分解されたらしい。ああ、バクテリアの影響で分解されたらしいという憶測ですが、バクテリアさんにどうやら分解されたらしい。ということは、つまり唯一生き残ったのがこちらのね、今が体重測定しますよ、体重測定。マジで唯一生き残ったのこいつだけか。うわー、きついな。でですね、こちら新しい、これなんていうんだっけ、はかりですね。はかりを購入しまして、これもね、0.1g までね、測れるやつで、ちょっとね、体重、これを買いました。値段1000円ぐらいだったかな。
それではね、測っていきますよ。ちょっと明かりで見えねえか。それではね、カブトムシくんね、まだ生きております。いきまーす。ポケッ。お！キリのいい数字きた。しかも見えねえ。ちょ、届かない。あれ？ 5.、さっき 0g やったんやけど。5.1g！ はい。これ、オスですか、メスですか、わかりません。栄養が足りないから、ちっちゃいだけなのかもしれないし。まあ、土とか入ってることを考えると 5.0g ぐらい。あ、5.0g になった。これね、測り割とね、適当なんですよ、これ。これ割といい加減なんだよ。5.ね、多分 0g ぐらいです。ということでね、この子は大事に育てないと。唯一生き残ったクヌギ伝説の答えやからな。クヌギ伝説の唯一答えやから。唯一神やからな。で、忘れてはならないコクワガタくんの、ケージ。コクワガタケージを開けまーす。こちらはですね、一度昨日開けておりまして、あまりにも、コバエが大量発生しておりましたんで、中のね、こういうね、コバエのね、やつが中に入ったんですけど、その中にうわじゃーって入ってて、コバエくんが。なんで一回開封したんです。で、見た感じ、どこにもいないんで、で、昆虫ゼリーがここに入ってるんですけど、カビてます。これは捨てましょう。で、こっちにも昆虫ゼリーが入ってるんですけど、これ捨てましょう。ポイッと。で、見た感じ、多分土に潜ってんのか生きてんのかちょっとわかりませんね、これはね。あんまり下手にいじくって、あれしたりするのも、悪いんで。うん。まあ見た感じはちょっと見当たりません。うん。うん。まあこれはちょっと様子を見ましょう。うん、まあこれは室内に置いて、ちょっと様子を見る感じで、行きたいと思います。ということでね。残念ながら一番ね、大きかった、昆虫マットのね、ダイソーの昆虫マットの、幼虫が、カブトムシくんがね、死んでしまったということで。うん。まあ、あとは、クヌギ伝説のね、昆虫、ね、昆虫っていうかね、カブトムシくんしかおりません。まあ、この子はね、大事に育ててね、いきたいと思います。で、また明日から非常に寒くなるという話なんで、明日11度ぐらいマイナスになるらしい。一気に今日より11度下がるらしいんで、まあ、この子は室内にね、置いておきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。